こんにちは、北番長者合宿の皆さん、速稼塾の久保でございます。私ね、この3ヶ月ぐらい、マスクをね、2週間に1回ぐらい、送料も私持ちで希望者の方にバンバンバン送っていたんですよ。だいたいそれがね、1万枚ぐらいのマスクになりました。もうなんかマスクは市場にあるそうなんで、もうこれ以上送んなくていいかなと思うんで、もうその企画はね、前回をもって終了にしようかと思いますけども、前回も2000枚送ったんですよ。2000枚を20枚から50枚の束にして、もう無作為にですね、何枚かは分かんないけども、レターパックの中に入れて送ったんですけども、なんでね、これができるかってことなんですよ。で、マスクが1枚100円前後だった時もあったんですけど、私は関係なく無料でお送りしました。20枚とか30枚とか50枚の束にして、視聴者さんにお送りしたんですよ。で、それをね、6回ぐらいやったんですよね。もうちょっとまあ6回かな、6回か7回やりました。で、まあ、1万枚ぐらいを希望の方に配布したんですけども、まあお礼をと言ってね、タケノコを送ってくれたりとかね、なんか果物を送ってくれたりした方もいらっしゃったんですけども、このね、マスクが品薄な2月とか3月とか4月に、なんで私はこういうふうに無料で、気の向くままにね、皆さんの方に送料すら自分持ちで送れたのかっていうと、それは私がしっかりとお金を稼いでいたからなんですよね。で、そうなるとですね、なんですか、マスクに限らずよくこんなことが言われるんですよ。買い占める人がいるから本当に欲しい人が買えないっていうね、もっともらしいようなことを言うんですけども、これね、あえてね、批判を覚悟して言いますけども、本当に欲しい人は手に入れてるんですよ。本当に欲しい人、転売で儲けたいっていう情熱がある人は本当に欲しくて手に入れたわけですよね。今回マスクは多分多くの方が、多くのマスク転売屋さんは大損して放出してると思うんですけども、まあね、そういうようなこともあってざまあ見ろと思う人もいるかもしれませんけども、本当に欲しい人ね、本当に自分の大切な人を守りたいなっていう気持ちのある人はマスクをどうやっても手に入れると思うんですよ。それが例えばね、1枚10円とかね、20円の時代のことを言って、その値段じゃないと高いとかぼったくりだっていうふうに品薄の時までやっぱ考えてる人っていうのが、私はね、非常にね、不遜だなと思うんですよ。まあ、こういう考えの甘っちゃんっていうのかな、そういう考えではいけないと私は思うんですよね。だって本当に欲しいわけじゃないですか。1枚100円だろうが200円だろうが、本当に欲しいんだったら買えると思うんですよ。だって1枚100円で100枚買おうと思ったら1万円じゃないですか。1万円って払えないですかね。それ一生買えってわけじゃないですよ。1ヶ月なり2ヶ月なり、例えば2万円で200枚手に入ったら、それ何ヶ月か持つわけじゃないですか。で、人にあげることもできるし、で、そういうふうな発想をね、私は持ったからこそビジネスがうまくいったと思うんですよ。みんなが欲しがるものは自分の身銭を切ってでもやっぱ提供するってことで信頼を獲得する。で、特に人がね、手に入らない手に入らないっていう時に手に入れるわけなんですよ。で、私の手に入れる方法っていうのは、まあ転売屋さんがくれたわけなんですけども、ただでずっと交渉してたらね。でもそうじゃなくても、例えば私はね、1枚100円時代でも全然それ抵抗なく買いました。だって品薄の時代なんで値段は変わるわけですよ。価値ってのは変わりますからね。まあ、ですので、今までマスクに興味がなかった時代の値段とかを思い出して、例えば50枚600円とかサンキュッパなんだっていう風なところからずっと変わらなければ、自分の気持ちを変えなければ、それはずっと手に入んなくって、何回も何回もマスクをね、手洗いして使うみたいなことになって、結局は多くの方に迷惑かけることになると思うんですよ。感染リスク高めるわけじゃないですか。健康のためにお金をかけるとかはね、周りの人の守るためにお金をかけるって、そんなに特別なことじゃないと思うんですよね。さあ、それでですね、まあ、お金を稼ぐっていうことはちょっとね、これで伝わったかなと思うんですけども、お金を稼いでるからこそ、大事な時には自分の身銭を切れるってことなんですよ。だからね、普段お金稼いでなかったら、人が困った時に何の、つまりマスク1枚プレゼントできないわけじゃないですか。ね、マスク1枚100円だとしても100円って払いませんかって話なんですよ。だからそういうことを考えるとね、どうもね、私一人の考えがずれてるのかもしれませんけども、どうでしょうかっていうことですよね。で、今日の動画のまとめになりますけども、続けることの大切さですよね。特にビジネスで成功しようと思ったり、お金を稼ごうと思ったら、続けることっていうのは多分お金を稼ぐ重要な要素になると思うんですよ。で、逆にですね、続けないことって儲かるんですかね。いや、シンプルに考えて、途中でやめるとか中途半端でやめるとか、続けたっていうほどやらずにやめることで稼げるんだったら、それはね、私もそっち選びたいですよ。
どうなんですかね、人がもう息を切らしてね、やめてしまうところでも倒れずに次の一歩を踏み出すからこそ生き残っていけるんじゃないかなと思うんですよ。で、多くの方がもうヘトヘトになって、もうこれ以上続けられないやって時に、もう一歩、もう一試合、もう一ラウンドやるから、うん、プロフェッショナルへの道が開けると思うんですよね。卓球とか野球とか空手のトレーニングでも一緒ですけども、一番最初にジョギングをやめた人はもう試合に出れないし、一番最初に腕立て伏せをやめた人は試合に出れないし、一番最後までハードなトレーニングについていけて、それでもなおピンピンしてる人が試合で栄冠をつかむし、ライバルにも勝つんじゃないかなと思うんですよ。私はもう野球の努力っていうのは全くしなかったんですけども、空手は結構ね、やり込んだんですよね。そうなると自分が腕立て伏せをしてて、例えば250回の腕立て伏せの4セットってあるわけですよ。合計1000回やるっていうね、なんか1000本腕立て伏せなんか私のところにありましてね、やっぱりね、250回の3セットを終えたあたりでもう真っ暗になりましてね、練習時間も終わって、でもあと250回ここでやるかどうかっていうのを、先輩のね、空手家に聞かれた時にやるって言ったんですよ。で、その時の思いっていうのが、ここでやめるやつが多分10人中9人だと思ったんですよ。で、私は10人中の1人になりたいと思ったんで、250回、残り250回全部はできないかもしれないけども、250回に対してもう750回終わった後でさらにやるっていう人間の、もうね、できないかもしれない、あと1回やったら潰れるかもしれないけど、ここでね、あと1回でも、もうあと1回だけでもやってやろうと思ってね、やりますって言って250回を選択して、250回はねぶっちゃけ全部はできなかったんですけどね、もう本当にヘトヘトっていうかね、こう腕立て伏せやるじゃないですか、こうちょっと曲げて、こうこれで1回にカウントしてもらったみたいな、そんなね、残りの250回だったんですけどね、完全になんすかサービスしてもらいましたけどね、でもあの時に私はね、ほとんどのやつが辞めるぞって言われて、10人いたら9人辞めるぞって言われて、そっちの9人に、みんなが辞めるんだったらしょうがないよねでもよかったんですけども、私は続けたかなと思うんですよ。ただそういった意味でね、何をやる時でもそういう風な、他のやつは辞めるだろうけど俺はやるよみたいなね、俺は違うよねっていう風なところで、自分だけのマーケットを作っていたかなっていう気はするんですけどもね。だから多分ほとんどの人と考えが合わないし、ほとんどの人からは反感を買うと思うんですよ、私の考え方とか行動っていうのは。でも反感を買うけども、じゃあ誰よりも豊かで自由で、本当楽しく生きてるのは誰かなと思ったら、多分私はね、自分を置いてこんなにね、楽しく嬉しく素晴らしい47歳を送ってる人間はなかなかいないと思うんでね、気が合わないのもしょうがないと思ってますね。だから億万長者とは言わないんですけども、ある意味ビジネスで勝ち残るってことは、多くの人と気が合わなくなりますよ。多くの人はビジネスでうまくいかないんで、途中で辞めちゃうんで、で途中でやめたことをやっぱりね、肯定化するっていうかね、自己正当化するのが世の中の風潮だと思います。なかなかできないよっていうふうにね、なかなかそうは思えないよっていうので、みんなね、同調意識を持っちゃうんですけども、そのなかなかそうはできないよっていうところからまず変えないといけないんですね。なかなかできないからこそ俺がやるとかね、成功するのは本当一握りの人だよっていいじゃないですか。だったらあなたが一握りになってくださいっていうことなんですよ、私が言ってるのは。そんなおかしいことじゃないと思うんですけどね。おかしいことかもしれませんけどね。いってらっしゃい。